今回どうして応募してくれたの？あ、これ芸人目指してて、うん、それであのあんまりあの僕の周りにあの大きな声で突っ込める人がちょっと待って大きな声さえあったらよかったの？おい17歳から見て、はい、江頭2時50分ってみんな知ってるのかな？結構知らない感じだよ。おー、すげえ素直だね。好きな芸人さんとかいますか？ああ、好きな芸人は千鳥さんとか大好きです。千鳥かぶってないよで大きな声では突っ込みますもんね。ああ、そうか。ちょっと自己紹介してもらっていい？芸人を目指してて、うん、もし江頭さんと組んでどっかの事務所からスカウトが来たらいいなと思ってあの江頭さんもそんな知らないんですよ。おいお前昨日初めてあの動画 見させてもらいました。おい全然知らない。やっぱりさ10代に人気ないねさんのメルマガで僕のスタンプが使われてるって聞いたんですけど、はい、ご存知ですか？ちょっと 見ないとわかんないですけどね、はい、いや、見ないとわかんないじゃなくてわかるでしょ？あ、わかりますね、はい。あ、そうですか、はい。なんで僕のスタンプを使ったんでしょうか？それは自分じゃないんでちょっとわかんないですけどね。あ、そうですか。でもですね、僕のスタンプが結構使われてるんですよ。あ、はいはい。その仕様に関して僕に何にも来なかったのが残念だなと思ったんですよね。皆さん、はい、作ってる人に注意してますね。江頭2時50分さんもやってるのは知ってます？はいはいはい。知らん。それ、あ、江頭を知らないってことですか？あ、江頭さんは江頭は知ってるんですけど、はい、YouTube は知らない。知らない。知ってるの？知ってる、知ってる。は江頭さんとかどうですか？あんま好きじゃないかもしれない。あ、それはなんで？なんであんまりそのネタとかやってほしいですね、その江頭さん。ああ、ちょっと過激な感じのはあんまり。そうですね。はどうですか、江頭2時50分は。おえ、マジ？おえマジマジやすげえ。怖い怖い怖い。あ、一番好きな芸人江頭さん。一番好きなのマジで。ちょっと申し訳なかった。本当に警察欲しい。分かった分かった。ちょっと待って、映画チャンネルに出てくるんですか？下下ありがとう。うん、ちなみになんでチャンネル登録はするまでもないんですか？それ突っ込みますそれ突っ込む。でも検索すれば普通に出てきますもんね、見たかった、うん、けど、うん、検索するしない。え、ちなみになんで登録するまでもないんですか？そんなにそんなに興味ない、はい。じゃあ、チャンネル登録ありがとう、はいはい、ありがとう、よし。